おっさん早く来て。じゃ尺が本当にもう動画。何え、何？え、待ってゾンビウイルスかかっちゃった。どうも、100日後におっさんに殺されるピクトです。やだシンプルにやだ。ということで今回も SCP が収容されている世界でマインクラフトやっていきたいわけなんですけども、前回は SCP のおっさんにこのねポケットディメンションに連れてこられて、まあどうにかしておっさんを倒そうと思ったんですけど、まあ、体力がもう残り少なくなるとあいつワープして倒せないっていうことが分かったんで、僕はもうこっから脱出できない。コメントでテレポートとかできないんですかとか言われてるんですけど、なんかこのねディメンションごとで違うディメンションにはこんな感じでテレできた。あれ？あー待って待って、ちょ待って、村人が襲ってきてる、ちょっと待って、あれさ、なんかスラッシュついてるから、あー最悪。あ、であとコメント欄で土モッド使わないんですかって言われてたんですけど、あんまり土モッドは基本的になんて言うんだろう、シャイガイとかクソワニみたいな感じの体力がバカ多いなんか理不尽なやつのみに使おうかなって思ってたんですけど、オールドマンにも使ってみるか。え、でもさ、こっちの世界だと普通に倒せそうじゃね。なんかもう一回ちょっとポケットディメンション連れてってもらって、そこで倒せるかどうかだけ検証してみよう。さあ連れてってくれ、おっさん頼む、オールドマン頼む。今回もちょっと新しいね SCP とかを紹介したいんだけど、先にこのおっさんをどうにかしたい。もう早く連れてけ。よし、オッケー。いや多分残りの体力が少なくなった時にテレポートするから、ワンチャン一撃で倒せるんだったらオールドマンもここで倒せるんじゃね。おっさん早く来て。ちょ、尺が本当にもう動画。何え、待って、ゾンビウイルスかかっちゃった。ちょっと待って、おいさっき聖職者に触れたせいでさ、ゾンビウイルスかかっちゃったんだけど、おっちゃん早く来てくれよ。え、これさ、いつになったらこれゾンビになるの？え、俺ゾンビになったらどうなる？これあのこれもさ実験しようかなと思ってたんですけど、あの SCP-500 いたじゃん、あの万能薬でこのゾンビウイルス治せるらしいから、あのゾンビウイルスがあったところのなんか D クラッシュ職員いたじゃん、あの SCP-500 で治せないかなと思って実験しようかなと思ったんだけどさ、治す前に俺がゾンビウイルスかかっちゃった。え、ちょ、おっさん早く来てくれマジで。おっさん、ちょうどいいとこに収容施設あったから、ちょっとこっから SCP-500 探して一旦直してからもう一回おっさんに会いに行くわ。いや確かここにあるんだけど、これ壊せるかな。あ、オッケー、壊せる。うわ久しぶり、目玉よよ、ちょ、500くれや、ちょっとなあ、ちょくれ、ちょ邪魔こいつマジで邪魔ちょ一旦これ回収して増殖すっか。これいきます、これで、おお、直せる、すごい。これやっぱ万能薬って万能薬だな。え、これさ、もしかしたらさ直せるんじゃない、これ D クラス職員。いくぞ、はい、もうダメージ食らっちゃったじゃん。はい、あ、治った、すごい。感染した後でも痛すぎ、なんで治してあげたのに。いや多分今度は健康体だから、おっさんも多分ウイルスにビビらずに俺んとこ来てくれるはず。もうダメだこのおっさん、全然こっち来る気配ねえわ。まあ、もうここでぶっ倒してやるよ。おい、かかってこい。暗いえ、お、やばい、うわ全開してる、あれ体力が全回復してる、このおっさんパーフェクトリバースしてんだけど、どういうこと。え、ちょっと待って、このおっさんやばいぞ。え、全開した、またおっさん殺せないんだ。ちょ待って、やばくね。え、やばいやばい、おっさん殺せないんだけど。え、無敵のジジイなんだけどこいつ。じゃあどっちにしろさ、あっちの世界でもこれ倒せないんじゃね。おいせこい。え、これ多分さ一撃必殺の武器でもさ、俺やっぱり全開するわ。え、そんなさ無敵なんて書いてあったっけ。え、あ、やっぱそうだね。うわ、ダメだ、このおっさん殺せねえ、逃げよう。そしてみんな見てくれ、この辺の動物がどんどんやばい。これ放置してたらさ、気づいたらさ、いつの間にか世界中の動物が全部これゾンビウイルスによってゾンビになってるんじゃないか。面白そうだから放っておこう。ちょっと待って、なんか今さ、ちょ、扉ずっと壊れっぱなしだからさ、扉つけようかなと思ったけどさ、今なんか後ろにいなかった。うわー、びっくりした、アイボールおる。アイボールくんおるやん。まあでも申し訳ないんだけど、ちょっと君、あの、ちょ、邪魔なんで。あ、待って、いいこと思いついた。これは動かせるから、これ頑張ればさ、これ買えるんじゃね、こいつ。アイボール買おうぜ。下、うわ、来た、はい、来た、アイボール買える。あ、ここからだったら多分目そらせるんじゃね。そらせる。
いや、ようやく本題入れるわということで、今回は何を作っていくかっていうと、まあ、今回はまあ一番最初にこの SCP-019 トークンってやつを作っていこうかなと思います。黄色のコンクリートパウダーと石炭ブロックと蜘蛛の目。あ、割と簡単だね。黄色のコンクリートパウダーはまあ普通に前回作ってるんで、まあここにあるで、でまああとは蜘蛛の目を1個使っておけばだ。うざすぎお前、お前隙間からでもこっち見ろやみたいな、やめて、かまってじゃん。これなんて名前だろうな。作るか。モンスターポット。あ、待って、これケテルだ。え、やばそう。たまには下の方置いてみるか。あ、ちょうどいい感じに埋まったわ。いやー、でかいわこれ。奥行きもあってでかいな、これは。多分ね、モブがいるパターンだこれ。行きましょう、 SCP-019 モンスターポット。さて、どこにいるのかな。ここはなんだ、とり、なにこれ、なんかめちゃくちゃレッドストーンコンバータみたいなやつあるけど。で、あ、ここかな。ここ入れる？あるね。絶対あれだね。あ、ポットって壺っていうこと？そういうこと？で、こっちの部屋はなんだこれ？インセリエイター。なんだこれ？押していいのかな？はい。うわー、なに？なんか炎出てる。壺からなんか、モンスターが生まれてくるのかな？これさ、高ささ 2.4 メートルって書いてあるんだけど、え、あれ、これ全部を合わせて陶器みたいな、そういう感じ。てっきりこのさ、上の白いやつだけかなって思ったけど、なんかこれ下も合わせて壺っぽいね。で、なんかどうやらこの SCP-019 のこの花瓶あるじゃないですか。なんか定期的にこの花瓶からなんか実体が出現して、まあその実体はなんか大体人型なんだけど、小さくてまあそんなに強くないらしい。体は脆いけど攻撃力がめちゃくちゃ高いから、まあいっぱいいたらめちゃくちゃやばいんじゃないかって書いてあるね。いつもありがとう D クラッシュ職員、君のおかげで世界が平和になるよ。ありがとうな D クラッシュ職員。さあ出てくるかな、SCP-019-2 みたいなやつ。出てくるかな、本当に出てくるのか。あ、来た。あ、いる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 わ。あ、いるいる。お、本当に脆い。 D クラス職員が普通に倒せるんだけど、多分これ出てきてもさ、これなんかボタンあると思うんだけど、これ押すじゃん。これ押せば多分さ、炎が出てくるから、これで倒せるんじゃないの、わかんないけど。あ、バカ。バカ。え、なんでこれケテルなんだろうね。なんか書いてあるわ、これ、あの未知の加工によりその表面は破壊できないって書いてある。え、壊すこともできなく永遠とモンスターが湧いてくるみたいな、そういう感じ。じゃあやばいわ。じゃあやばいわ。これはこのブロックなんだろう。あ、なんか取れてる。クーラー来た。おいおい、クーラー破壊したらさ、温度だいぶ上がるんじゃない、これ。多分出現率も上がるでしょう。あ、来た。あ、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。やべえやべえやべえ、めっちゃ、ちょっと待って、うわ、やばいやばいやばい、めっちゃいた、めっちゃいた、めっちゃいた、今めっちゃいた。え、1体だけだったら余裕だろうか。え、めっちゃいた。こんな大量に湧いてくる。キモ。摂氏0度に保たれて完全に休息すると1時間あたりに約1体の割合で出てくるって書いてあったから、1体しか出てこないっていうことではないのか。すごいやばいものを放ってしまった気がするこれ。こいつ顔ないのかな。顔、あ、こいつ、あ、ないわ。うわ、怖、グロいな。なんか顔なかったらなかったらそれはグロいな。さすがに壁を登る能力がないっぽいな。え、なんか若干さ、これ個体差ない、これ。ほら、見た目ちょっと違うわこれ、気持ち悪い。で、次の SCP なんですけど、これ結構コメントで多くて、 SCP-999 びっくりした、39がめっちゃ多かったね。で、 SCP-999 がなんかめちゃくちゃ癒しみたいなこと言われてたんで、ちょっと僕あのおっさんにいじめられて癒しが欲しいんで、まあ、ちょっと癒されようかなと思います。そしてまた新しいモッドを入れてしまったっていうね。なんかこの SCP トークンっていうのを作んないと作れないっぽいですね。これどうやって作るんだろうこれ。これがめっちゃ簡単、めっちゃ簡単に作れるんだこれ、すごいな。ベッドとお花と SCP トークンでどうやら作れるっぽいですね。結構簡単だね。なんかトークン置いて、ベッド置いて、アリウム忘れた。まあでもアリウムはここに、クッソアリウム。これで OK かな。 SCP-999 スポーンは999コンテインメントチャンバー。このモッドはあれっぽいね、前 SCP-035 やった時と違って収容所が多分作れるタイプのやつなんかな。なんか出てんだけど、 This lock is classified detail, place it down or you will die。 死ぬって言われてんだけど。え、何これ。え、何、この岩は細部にまでこだわっています、それを置くかあなたは死ぬでしょうって言われてんだけどさ、どれのこと言ってんのね。岩ありすぎてよくわ、何お前、もうかまってちゃん、やめてこんな時まで。まあなんか適当に何もないこの辺に置いてみるか。あー待って、いやびっくりした。え、何これ、すごい泣いてるんだけどこいつ、いやーみたいな。
何この手足もぎ取られたカービィ。あ、すごい、なんかいっぱいページ出てきたわこれ。なんか SCP-999 とはありとあらゆる生物をくすぐって笑わせるスライム状のモンスターだって。なんかね、くすぐりお化けって言われてるらしいこれは。え、待って、調べたらめっちゃ可愛いんだけどこいつ。なんかさ、人間が近くにいると気配を察知して、まあなんかスライムだからこうズルズルと、あのドラクエのスライムみたいにぴょんぴょん来るんじゃなくて、なんかこれマイクラだからこれ、まあ、四角いけど、なんかなんかズルズル這い寄ってくるらしいよ。なんかで、なんか近くまで来ると、まあジャンプできるんかよこいつ。ジャンプして人間飛びかかって、なんかかまってみたいな、遊んでみたいな感じでこう乗ってくるらしい。え、超可愛い。で、なんとこの生物が体に触れた瞬間、ただ触れているだけで言いようのない多大な幸福感が生まれるのである、だって。え、なんかめっちゃ怖いこと書いてあるんだけどこいつ。やばい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 。ターゲットの人間がおとなしくなるのを確認すると、体の一部を2本の触手に伸ばして絡みつかせることで、より動きを封じ、さらに追加で生やした3本目の腕で獲物の頭部を入念に触り、息の良さを確認する。ついにはそのゲル状の体を薄く伸ばすことで、まるで丸飲みにするかのごとく、人間の体をじわじわと包み込んでいく。首から下を完全にスライムに包まれてしまった人間、そしてこの生物は最後の仕上げに、その全身を使って人間の体をくすぐるのである。食べないんかい。なんかね、食べたりとか傷つけるとかはしないらしい。うん、めちゃくちゃくすぐってくるらしいこいつ。うん、もうやめてって言ってもくすぐってくるらしい。逆にそれはそれで恐ろしいな。めっちゃ解説ばっか読んでちょっと申し訳ないんだけど、なんかね、重度のうつ病患者にこの SCP-999 合わせたらめっちゃ感知してポジティブになったらしい。やばくない？やばくない、マジで。だからうつ病でもう死にたいってなってんのに、急にティモンディみたいになるみたいな、やればできるみたいな急にポジティブになるみたいな、そういう感じっぽいよマジで。ああ、アイボールがいなくなった。